超短波全方向式無線標識。超短波全方向式無線標識施設。超短波全方向式無線標識施設。VOR は、VHF 帯、超短波帯の電波を用いる、航空機用無線標識。標識局を中心として航空機が、どの方向にいるかを知ることができる。多くの場合 DME と併設される。VOR は、標識局のモールス符号。 または、音声による、識別符号を構成した信号、及び空中受信機材が標識局から、航空機までの時方位、地球の地北に対する VOR 局からの方位を求めるための信号を異常に発射する。この放射状の指向性電波に沿った線を、VOR 用語で、ラジアルと呼ぶ。チャート上の異なる、VOR 局からの2つのラジアルの交点から、 航空機の的確な位置を得ることもできる。VOR は以前の VAR、ビジュアル、オールレンジシステムから発達し、パイロットが選択可能な標識局への、または標識局からの360本のコースを提供するように設計されている。1950年代に広く設置された初期の VOR は、機械的に回転するアンテナがついた、真空間送信機であった。 1960年代初期に完全に半導体素子を用いた装置と交換され始め、旧来の中長波周波数帯域による無線標識と4コース方向指示のシステムにとって変わり、1960年代の主要な無線広報システムとなった。それまでの無線標識のいくつかは4コース方向指示機能を取り外し、中長波無指向性無線標識の、ノン。 ダークシオネルビーコン、NDB として残されている。VOR の大きな利点は、標識局への、または、標識局からの信頼できる航路、ラジアルを選択でき、簡単にパイロットが辿ることができる、無線信号を提供するということである。VHF 用、18000フィート以下及び、ジェットルート、18000フィート以上として、米国で知られている。 エアハイウェイの全米的ネットワークは VOR と空港等を結んで形成されている。航空機は VOR 受信機で順番通りに標識局に選曲し、その後 RMA、ラジオマグネチックインジケーター上の所謀のコースをたどるか、従来の VOR 指示系または、し、ホーイザーントルシチュエーションインジケーター、VOR 指示系をより洗練したバージョンにそのコースの設定して、 コースポインターを表示器の中央に保持するかのどちらかによって標識曲から標識曲までの的確な経路をたどることができる。VOR はまた構造上の複合的な要因のために NDB より優れた正確さと信頼性を提供する。とりわけ山など起伏のある地形と海岸線の周辺でのコース湾曲及び雷雨からの干渉が少ない。一方で VHF 周波数帯を使用するため、VOR 局の受信可能範囲は見通し距離に限る。つまり、VOR 及び DME の有効な範囲を自閉線までに制限し、山などの遮蔽物がある場合はその範囲はさら狭くなる。これは、適正な運用を提供するためには、主な航空路に沿って標識局の広いネットワークが必要であることを意味する。なお、 このような受信可能範囲も考慮して、航空路の最低経路コードをはめられている。VOR 送信局を設置し、維持するのは、費用がかかった、最初のうちは、航空機の受信機材もそうであった。が、今日の民間航空では中長波周波数の即居装置と無線標識は VOR に、ほとんど完全に変わっており、今後、全地球測位システム、 GPS に置き換えられるところである。VOR ネットワークは現在の航空路システムを運用する上でかなり大きなコストを要しているが、現代の半導体素子による送信機材は以前の装置より非常に少ない保守で運用可能になっている。移送比較の基準となる無指向性の電波を全方向に送信する。この無指向性電波にはある周波数の制限波が 周波数変調されているとする。その正弦波の周波数、すなわち周期で、地北方向から時計回りに一周する、指向性のある無変調電波を、無指向性の電波とは別に送信する。この指向性電波は、ある一点の受信位置においてその電解強度が変化するため、無変調ではあるが、受信点では、正弦波で、振幅変調、AM された信号とみなせる。 航空機は無指向性電波から FM 復調した制限波と指向性電波から AM 復調した制限波の位相を比較すれば時期が VOR から見てどの方角にいるのかを知ることができる北なら0度東なら90度南なら180度西なら270度なお無指向性の電波と指向性の電波は同一周波数の反送波を用いるため 振幅変調したとみなす、指向性電波の制限波と区別すべく、無指向性電波に乗せられる制限波は、周波数変調される。VOR が初めて登場してから現在に至るまでこの基本的な原理は変わらない。VOR は、VHF 帯の 108.0MHz から 117.95MHz、50kHz 間隔の間で、 周波数を割り当てられている。VOR システムは、方位の情報を基準位相信号と、可変位相信号の位相差に織り込む。主半相波は、全方向性であり、過長帯域で、振幅変調された、モールス符号、または音声による、識別符号、及び 30Hz の基準位相信号を含んでいる。基準位相信号は 9960Hz の、 副反送波を周波数変調する。可変位相信号は VOR から見た、合意分だけ遅れた位相差をもって振幅が変化する。可変位相信号は、基準位相信号と同じ 30Hz で強弱が変化する。旧来の可変位相信号を発射する VOR アンテナは、機械的に回転していたが、現在の施設では、可動部なしで同じ結果を得るために、 指向性アンテナを円形に多数配置したものを順番に操作360個未満なので送信を終えぬオフ操作ではなく複数アンテナ間での空中線電力を変化させている航空機は VOR 局からの信号を受信したとき副搬送波を FM 副調し基準位相信号を検出するまた主反送波同一周波数の反送波である無変調電波を AM 復調し、可変位相信号を検出する。それら二つの 30Hz 制限波を比較し、位相角を測定する。その位相角は、ラジアルと呼ばれ、VOR から見た地北からの角度で、標識局から見た航空機の方位に等しい。この情報は、以下の三種類の標識に供給される。副反相波を復調した際に得られる、モールス符号、または、 音声は課長帯域にあり、パイロットが聞くことで、正しい VOR 曲を選曲しているか否か、確認する目に用いられる。典型的な軽飛行機の VOR 指示系は、アブス、アマニーベアリングセレクター、CDI、コース D ビションインジケーター、コース変異指示器及び2、フロム指示器からなる。アブスは、アブスを回転させるためのつまみ、及び、 機器の外側あたりにある所望するコースを決めるアブス、スケールからなる。CDI は、VOR 指示系の中央にあり、コースを逸脱しているかどうかを示している。航空機が選択したコース上にある場合は、CDI は中央に位置し、コースを逸脱している場合には、CDI は左右どちらかに寄っていき、コースに戻るための点打指示を伝える。2、フロム指示器は、 選択されたコースをたどることが航空機が VOR 局に近づいているか VOR 局から離れているかを示す。市は総合景気表示方式による広報用景気であり、標準的な VOR 指示系より高価で複雑であるが、よりパイロットが使いやすいフォーマットで機種方向情報と広報指示器を統合して表示する。市では航空機の機種方向を基準にしており、 VOR 指示系でのコースポインターの方が回転して選択した VOR 極のある方向を示すようになっている。機種方位とラジアルの相対方位が一目でわかるため VOR からのラジアルに乗るにはどのくらい旋回すればよいのかすぐにわかる。右の図は最もシンプルなしである。ILS に必要なグライドスロープ指示器が左右に見える。CDI は ILS におけるローカライザーとの 変異時示期を兼ねている。RMA は、死の前に開発され、方位板の頂点が航空機の現在の機種方向を、示すコンパスカードの上に重ね合わされた二つの指針が、特徴である。太い方の指針は、VOR 局、または ADF、オートマディレクションファインダー局への方向を示しており、標識局から受信しているラジアルの逆方向、180度、異なるを指す。 また、細い方の指針はあらかじめ設定した、コース、ラジアルを示し、VOR 指示系のアブスと同様の意味である。太い方の指針が真上を向いていれば、VOR 局へは向かっているが、航路には乗っていないので、二つの指針から相対方位を求め、パイロットは二つの指針が重なるように、航空機の進路を修正する。パイロットがある、VOR 局に、 真東から接近したい場合、その局に到達するためには真西に飛行しなければならない。この時パイロットは VOR 指示系の方位盤の頂点で27、270度の数字がプリマディインデックスと呼ばれるコースポインターと整列するまでアブスを使用してコンパスダイヤルを回転させる。選曲済みである VOR 受信機が90度ラジアル、VOR 局から見て 真東を抽出しとき、CDI 指針は中央に位置し、2、フロム指示器は2を示す。VOR 局に向かう場合、パイロットは標識局がある方向とは逆方向を VOR 指示系にセットしなければならないことに気をつける。つまり、VOR 指示系が VOR 局へのコースが270度であることを示す間、航空機は VOR 局の90度ラジアルをたどっている。 これを090ラジアルにて侵入すると呼ぶ。その後、パイロットは CDI 指針を中央に維持しておくことで VOR 局へのコースをたどることができる。CDI 指針が左右どちらかに偏っていくようならば、それが再び中央に戻るまでパイロットは指針の方へ旋回する。航空機が VOR 局の上空を通過すると、2、フロム指示機は FR を示し、 航空機は270度ラジアルにて離脱する状態となる。航空機が混乱の円錐すなわちその VOR 極の直上付近にあるとき、CDI 指針が振動するか振り切れることがあるが、VOR 極を通り越して短い距離を飛行すると指針は再び中へ戻る。右の具体例では、アブススケールがプライマリーインデックス指示254度にセットされており、 指針は中央に位置し、2、フロム指示器は FR を示している。この VOR 指示系は、航空機が254度ラジアル、VOR 局から見て、西南西上にあることを示している。また、2、フロム指示器が、2を示していれば、航空機は74度ラジアル上にあり、VOR 局へのコース時方位は254度であることを意味する。ただし、 航空機がどの方向へ飛んでいるかという実測表示が全くない点にも注意しなければならない。画像にある VOR 指示系の表示は航空機が仮に真北へ飛行していたとしても航空機が254度ラジアルを横切った瞬間に VOR 受信機にて選曲されていれば表示されうる。なぜならば機上の VOR 受信機のアンテナは無指向性、全方位の電波を受信できる。 だからである。そのため VOR 受信機がパイロットの望む VOR 局を正しく選曲していることが非常に重要で、VOR 受信機の操作パネル、VOR 指示系とは別にあるで、選曲後にその VOR 局が発しているモールス信号、あるいは合成音声による識別符号を聞いて確認する。多くの場合、VOR 局と同じ位置に、 DME, ディスタンスメジアリングエキップメントまたは、軍用の多感タクティコルエアーナビ、DME の距離機能と軍のパイロットに、民間の VOR と同じようなデーを提供する、多感方位角機能の両方を含む、を配置している。同じ位置に配置された VOR と多感ビーコンを、VORTAC、ボルタックと呼び、DME 付きの VOR を、VOR、DME と呼ぶ。 DME による距離を伴う VOR ラジアルは一つの標識局による位置特定を可能にする。なお、DME と他間の距離測定システムは同一であり、VORTAC においては他間側の距離測定システムが稼働いている。民間航空機は VORTAC と VORDME を同一視できる。DME はパイロットに地上局からの航空機の傾斜距離を 提供する。傾斜距離は、標識局から、航空機までを直線で結んだ距離であり、直接距離、すなわち航空機の真下の一点からの地面に沿った、距離、空気の高度とピタゴラスの定理を使って計算できる。ではない。航空機が、つぼねの非常に近くにいる場合を除き、直接距離と傾斜距離の違いは取るに足りないものである。 標識局からの距離とラジアルを知ることによって航空機の位置を一つの標識局から航空図の上でプロットできる。景気飛行のための装備を持つ大部分の航空機は二つの VOR 受信機を備えている。自自信機 VOR1 にバックアップを提供することと同様に別の VOR 局からの特定のラジアルをいつ横切るか折るために第二受信機 VOR2 を見ている間にも、パイロットが VOR1 に設定している。ある VOR 局に対するラジアルを簡単にたどることを可能にする。航空図には、世界中の VOR、DME 局の位置が示されているが、その VOR から見て地北がどの方向であるのか必ず記されている。航空図は、一般的な地形図と違い、必ずしも、 津の上方向が真北、深北になっているとは限らないが、地北と真北は異なるため VOR のシンボルが示す北は、津の境線、四五線と平行の方向を指していないことがほとんどで、ある。このことからも、真北が航空機にとって重要でないことがわかる。VOR 局は、航空路の交差点として使われている。典型的な航空路は、標識局から標識局まで、 直線的に飛ぶ。民間旅客機に乗った時、航空機が新しいコースへのターンによって、時折折れ曲がった線で飛んでいることに気づくことがある。航空機が VOR 局の上を通過した時に、しばしばこのようなターンを行う。異なる VOR 標識局からの二つのラジアルが交差する、後方参照点もある。これらの交差点が航空路に沿って図示されていることもあるが、 図示されていないこともある。渦に実際の航空図の例を示す。図の中央に見える VOR-DME のシンボルを中心とする青い円が VOR-DME に関連する表示である。VOR-DME シンボルの付近に VOR-DME 局の名前が書かれている。この例では曲名がハントーンで HNW という識別符号が与えられているのがわかる。 また、この曲にアクセスするための周波数 115.5MHz が示されている。VOR 受信機をこの周波数に合わせることでこの VOR からの方位を知ることができるようになる。また、各 VOR を通る航路が薄い青色で示されている。これらが VOR を基準にしてどの方角に飛ぶ航路なのか0から360度の数値で示してある。 この数値さえ分かれば、時期変革によって、地北と真北の方向が大きく異なっていても、航路を誤らずに飛行できる。例えば、アメリカのアーラスカ州北海岸近辺では、時期変革が真北に対して、西に四十度ももずれているため、まっすぐ北極点に向かって飛行していたとしてもコンパスは、北東四十度方向に飛行していると示すことになる。地北は航空機から見て、 左に40度方向にある。よって、アラスカ州北海岸にある VOR から北極点に向かう航路があったとすれば、その航路を示す線には40度と記されている。ちなみに、真北が基準であれば360度と記されていなければならない。その下の図は航空図から VOR に関する部分だけを抜き出したものである。中心のシンボルから円周に向かって、 矢印で示されているのが、地北の方位である。この例でも、地北が、航空図の真上を向いているわけではないことがわかる。また、演習にはことごとに、目盛りが振られ、30度ごとに、インデックスが振られている。なお、方位の位置の桁は省略されている。VOR、VOR、DME 及び VORTAC は、航空図上で、左のようなシンボルで表される。このシンボルは、 必ずしもすべての航空図に共通のものというわけではなく、異なったシンボルで描かれていることもあり、この場合は当該航空図の判例に従う。実際に航空機から VOR を見た場合の例を次に示す。図に示されている航空機はすべて 115.5MHz の ABCVOR を選択しているものとする。渦の例は 航空機の機種方向が VOR からの方位と一致している場合である。この場合、39度ラジアル、赤線、北東方向と80度ラジアル、青線、北より東方向の上に航空機があり、それぞれの VOR 指示系にラジアルの方位と同じ方位が設定されていれば CDI は中央に位置している。また、2、フロム指示器には共にフロム、From、FR が示される。 渦の例は、航空機の機種が必ずしも VOR からの方位と一致していない場合である。39度ラジアル、赤線の上にある航空機は2機あり、走発機は VOR の方向へ向かって飛行している。この場合、CDI が中央にあれば、VOR 指示系には、ラジアルの角度と180度反対方向の219度が設定されていることになる。また、 2、フロム指示器には、2が示される。80度ラジアル、青線の上にある、航空機の機種は、VOR のラジアルと平行ではなく、80度ラジアルを横切るように飛行している。VOR 指示系に80度または260度が設定されていれば、一時的に CDI が中央に位置し、2、フロム指示器にそれぞれ、フロムまたは2の表示が出る。 また、39度ラジアル上の総発機と同じように、VOR 指示系に219度を設定して、VOR 極に向かおうとしている場合には、CDI は39度ラジアルが航空機から見て、もっと右にあることを示すために、右の方減っている。VOR システムは、おおむねプラスマイナス1.4度の精度が期待される。しかし99.94%は、 誤差がプラスマイナス0.35度より少ないというテストデータがある。VOR システムは自己監視を行っており、誤差が1.0度を上回る場合には停止するようになっている。リンク711から102002年1月30日版では VOR 受信機の精度は95%の確率で0.4度以内になければならないと規定している。 どのような受信機でもこの基準を遵守し、これ以上の精度でなければならない。現在使われている航空機無線広報システムの多くが全地球測位システム、GPS のような何らかの宇宙からのナビゲーションシステムに置き換え、置き換えられていくことが考えられている。詳しく、全地球測位システムを参照。VOR は多数の壺が広域を覆う必要があるため、 特にその可能性が高い。衛星による GPS は水平方向におよそ100フィート30メートル以内の誤差で確実に航空機の位置を定めすることができる。この誤差は静止衛星を用いてアメリカ合衆国で現在サービスが行われているワスワイドエリアオーグメンテーションシステムによって GPS を強化することによって水平方向及び垂直方向に約10フィート 3メートルにまで縮小される。ラス、ローカルエリアオーグメンテーションシステムと呼ばれる、さらなる GPS の改良は、その補正情報を送信するために、VOR と同じ VHF 帯を使うとを計画している。これは、幾枠かの既存の VOR 施設に閉鎖、または干渉を避けるために異なる周波数への移行を要求することもあるだろう。 もっとも全世界的な規模で見た場合、世界中で飛行している国際線、国内線すべての航空機に GPS 機材を一度に搭載することは現実的に困難である。心臓される航空機から順に GPS 機材を搭載していき、いずれはすべての航空機を回収して GPS 広報へ移行していくのが順当な流れであり。 GPS への完全な移行はなお年月きを要する。また、航空機または人工衛星に搭載された GPS 機材が故障した場合なども想定した二次的なシステムとして VOR が存続していくことも十分に考えられる。このようなことから VOR は今しばらくは現役であり続けることだろう。日本では電波法施行規則第二条第一項第五十号に VOR とは、108MHz から 118MHz までの周波数の電波を全方向に発射する回転式の無線標識業務を行う設備と定義している。無線局の種別としては、無線標識局である。ただし、多管や DME が併設され、VORTAC や VOR、DME となると、無線高校陸上局となる。 VOR の周波数は電波法試行規則第13条第3項に別表第2号によると規定されており、これを抜粋する。中印を付した周波数は軽機着陸装置のローカライザーを使用する無線局に割り当てられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。